皆さんこんにちは、パラフです。本日紹介するのはこちら、カタエというブランドから発売されたイノシシレザーを採用したちっちゃい財布です。パッケージはギラギラしていて高級感があります。早速中を見ていきましょう。中を開けるとカードが入っています。ブランド名の由来、レザーの取り扱いが書かれた説明書です。裏面には仕様が書かれているんですけれども、これは後ほどね説明したいと思います。早速お財布を見ていきましょう。こちらがお財布です。程よくツヤのある表面でとても好印象です。すごいね、かっこいいなと思いました。派手さはないんですけれども、シンプルな見た目で高級感を感じます。牛革と違った印象を醸し出すイノシシレザーが特徴的です。見慣れたサイズ感でしっくりときますね。薄さに関しては正直そこまで薄い構造ではないんですけれども、まあ割とね薄い方かなと思いました。製品のディテールを見ていきましょう。イノシシレザーっていうのは僕初めて触ったんですけれども、表面のポツポツ感っていうのがね特徴的となっています。後に紹介するカラーバリエーションによって質感がね若干異なるので、それも見ていきましょう。構造に関しては開いた時はですね至ってシンプルです。カードポケットとコインポケットがあるような、まあ普通のね構造なんですけれども、内側もイノシシレザーで仕上がっているので本当にね高級感はあります。そしてお財布の右側面にはお札入れがあるんですけれども、こちらは残念ながらレザーではなくファブリック仕上げとなっていました。そしてここに肩へのロゴの部分が切り込みがあるんですけれども、レシートとか入れる際に便利なポケットとなっています。この切り込みが意外とすごく便利なんですよね。そしてこちらがカードポケット、最大10枚ほどのカードが入ります。ただし内側はファブリック仕上げ。そしてコインポケットはカードポケットの裏側と共存するスペースとなっていて、この部分にコインを収納する形となります。シンプルな見た目で必要十分な収納性能を持っているかなという印象ですね。そしたら一旦カラーバリエーションを見ていきましょう。全部で5色展開ですね。まずはグリーンから。すごい発色が綺麗なグリーンで、イノシシレザーの質感はポツポツ結構目立つんですけれども、第一印象は可愛いって感じですね。表面はこんな感じ。やっぱこう見ると牛革とか全然違う質感だなってのはわかりますよね。中のファブリック素材もグリーン系なんですけれども、ちょっと色味が異なるので、ここは好き嫌い分かれそうだなと思いました。コインポケットの内側はどのカラーでもレザーとファブリックの素材となっています。はい、次キャメルですね。いわゆるヌメ革のような薄いカラーなんですけれども、こちらがですね結構質感が目立つと言いますか、ポツポツですね、イノシシレザーの特徴的なものがね結構見えてきます。表面は結構ザラザラしているのが印象的でした。だから結構他のカラーと比べるとなんとなくレザーが柔らかいなっていう感じがしますね。コインポケットの内側はこんな感じです。まあシンプルなカラーを求めるのであれば、このキャメルかブラックなんじゃないかなと思いました。経年変化が楽しみですね。そしてこちらがブラウン、渋めのカラーとなっています。レザーの表面も、まあ、結構これも個体差あると思うんですけれども、ツヤ感があってゴツゴツしているような印象ですね。コインポケットの内側のレザーは光沢感のある仕上げとなっていました。そして全体的にファブリックの部分は焦げ茶色となっていますね。濃い渋めカラーが好きな方におすすめのカラーとなっています。そして最後はビビッドなレッド。発色のいいレッドは他のブランドではあまり見ない珍しいカラーとなっています。他のカラバリとは違って光沢感のある質感が見受けられます。ツヤ感と明るいレッドの相性がとても良くて、持っていてワクワクするような可愛い色となっていました。色の特性上なのかわからないんですが、革は若干ですね硬く感じますね。一方でキャメルはすごいね柔らかいと感じました。このツヤ感のおかげでレッドは可愛さと高級感を兼ね備えているなと感じます。内側のレザー部分も同じ質感と色合いなので、赤色に関しては全体的に統一感を感じます。カードポケットの内側もこんな感じ。
他の色は色に差があるんですけれども、赤に関してはほとんど同じ色なので全体的にまとまりがいいなと感じました。個性と高級感を求めるならこのレッドで間違いないでしょう。そしたら他のですね、手持ちの他社製品のお財布ともサイズ感とかを比較していきます。これがマルジェラのカードケースなんですけれども、当然薄いのはマルジェラの方なんですけれども、肩への財布も相当ちっちゃいということがわかりますね。そして次、ファブリックっていうブランドの財布なんですけれども、サイズ感とか構造っていうのは結構似ている財布でして、両方手に持った際の違和感っていうのは全く感じないですね。構造の位置関係がそっくりなので、ファブリックからの乗り換えも全然違和感ないんじゃないかなと感じました。はい、そして次はレベルというブランドの財布との比較です。サイズに関しては結構似ているのと、薄さに関してもほとんど同じなんですけれども、デザイン性の高さっていうのはレベルの方が若干ね高いかなという印象でした。そして次はニールという国産ブランドの L 字財布との比較なんですけれども、よくある L 字財布よりも肩への方が圧倒的に小さくて使いやすいんじゃないかなと感じます。そして最後に比較するのはフォルメというブランドの一番小さなお財布との比較です。こうやって見比べると肩への財布も張り合うぐらい小さいサイズ感となっているのがわかるかなと思います。なので小さくて薄めのお財布を求めている方は肩へはありなんじゃないかなと思いました。そしたら実際に使っていきたいと思います。小銭入れはポケットが大きくて深いのでストレスなく入れることができそうだなと思いました。カードポケットは結構ね最初は硬いので1枚ずつ入れていくことをお勧めします。一旦7枚ぐらいのカードを収納することにしてみました。カードポケットに関しては完全にカードが収まるのではなくて1センチぐらいね飛び出る形となります。そして地味に便利だなと思ったのがこの切り込み部分ですね。チケットとかレシートをさっと挟み込むことができるのですごくね便利だなと感じました。カードポケットとコインポケットは同じポケットの裏表を使用するので、カードを入れれば入れるほどコインポケットの領域が狭まるっていう構造なので、ここは使い方に工夫というか注意がね必要かなと感じました。はい、ということでここから2ヶ月ほど使用していきたいと思います。2ヶ月後にスキップ。あれから2ヶ月が経過しました。本当にね毎日使ってきてはっきり言って結構気に入ってます。まずは使用してきた経年変化なんですけれども、イノシシレザーの表面になんとなくツヤが出てきたなっていう印象で、ポツポツした独特な質感が馴染んできたなと思いました。内側の方もこんな感じ、だんだんですねこの蓋の方も開閉がね滑らかになったなという印象はあります。そしてこれ使っていって分かったんですけれども、コインはこんな感じで綺麗に並べるように心がけて使用しています。そうすることでコインの取り出しが簡単になってくるんですよね。そしてカードポケットとコインポケットの隙間があるので通ってるジムの鍵を収納するようにしています。この空間がですねなかなか便利でして、デッドスペースだなって思っていたところをこういう鍵とか収納できるようになるので結構ねいいなと思いました。あとは意外とこの内側の方にもポケットがあって、ここに物理キーを入れることもできるそうです。そしてカードポケットに関してもだいぶ革が馴染んできたのか、8枚ぐらいね入れても全然すっぽりとスムーズに収納することができるようになってきました。ただやっぱりねこの飛び出し部分は今でも慣れないなっていうのが正直なところですね。あとはカードを入れすぎてしまうと結構取り出しが難しくなります。カードを1枚取りたいなとか真ん中にあるカードを取りたいなって時に結構ね取り出しづらいのが正直な感想ですね。そしてお札部分に関しては何もストレスなく使用することが可能です。そしてこの硬いを使ってきて本当にいいなって思ったのがこのスリット部分なんですよね。ここが最初はデザインやぼったいなって思ったところなんですけれども、意外とねこの切り込みがあることでふとしたね、出てきた邪魔なレシートとか領収書チケットとかなんかそういったのをここに挟み込むことができるっていうのはなかなかね便利だなと思いましたね。でお札をパッと見た時にレシートとかがこの内側に入ってくれるのが結構嬉しいポイントで、収納力っていうのは非常に高いなと思いました。はい、ということでね欠点もお話ししていくんですけれども、今ね慣れてきたおかげで使いやすいんですけれども、意識せずに使っているとコインポケットがかなりぐちゃぐちゃになってきます。なのでねコインは綺麗に並べて使うっていう必要があるのがすごいね注意ポイントとなっています。慣れるまで結構使いづらいと思います。なので私の場合は使い方を工夫して自分でなるべくコインを並べるように使っています。まあ、若干ねめんどくさいんですけれども、この工程を踏むことでだいぶ使いやすくなるので、このコインの収納術っていうのは結構マストじゃないかなと感じましたね。はい、ということで総評なんですけれども、こちらのお財布評価は星4つでございます。基本的にはすごいね完成度も高いお財布だなと思いまして、質感も素晴らしいなと思いました。
ただやっぱりコインポケットが使いづらいと思いましたね。あと全体的にデザインがやぼったい印象なので、その財布どこのなのって聞かれることがほとんどないなっていうところ、これが結構残念ポイントかなと感じました。イノシシレザーに関してはすごい質感がいいので、イノシシのレザー試してみたいという方に非常におすすめのお財布となっています。気になった方はですね、ぜひ下記の概要欄をチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パラフでした。